はい、西くんです。今回は公平西 CBD オンラインショップについてお話をしていきたいと思います。前回ですね、CBG エヴァンジェリストとはというテーマで話したんですが、具体的に一番メインでやってるのはオンラインショップの運営ですね。要は CBG 製品、今はちょっとね、コロナの影響で商品を増やしにくくなってて、ウェイペンジャパンさんオンリーに絞って売らせてもらってます。一応セレクトショップの趣旨なんで、今後増やしていけたらなと思ってます。で、まあね、僕が精神的にあって CBG を紹介してもらったのが実は2月頭なんですね。そっから僕、なんと3月1日、要は3週間ぐらいか、で、高速で、自分でサイト作って、EC サイト、ショップ作ってやって、ポンと、急ぎ足でね、運営させてもらって、今、これ撮影してるのが4月末なので、まだまだ始めたばかりなんですが、はい、そのね、自分のショップの魅力というか、話していけたらなと思ってます。ベイペン CBD というね、会社さんの、ベイペン CBD さんの、商品を扱ってるんですが、アメリカのアリゾナ州にある会社で、世界でですね、何カ国かでもう上場してるところなんですね。それで、日本向けにもやっていこうっていうので、ベイペンジャパンっていうのもできて、そこから仕入れさせてもらってます。電子タバコタイプですね。で、じゃあうちの強みは何なのかっていうと、絶対的に安心安全な店だなと言い切れます。というのも、顔とか名前を堂々出してやってるところってあんまりいないのと、あとはですね、CBG って合法大麻とか、あとは日本では禁止されているものは実は入っちゃってるとかっていう事件がちょこちょこあったりするんですけど、うちはですね、厚生労働省の認可を得ていて、かつ税関で一本一本輸入した段階で成分検査もしているんで、そういったものが一切ないと、最悪なんかあったらもう犯人分かるじゃんって、西くんって怒ってもらえれば問題ないっていう意味で、安心安全を保障しているというのが一番かなと思ってます。あとはですね、電子タバコっていうのもあって、ニコチンタールを気にしている人がいるかもしれないですけど、含まれていません。あとはビタミン E アセテートっていうのがあって、それがいわゆる肺に悪いって言われてるんですが、それも含まれていないので、よくあるね、タバコは肺に悪いっていうのがありますけど、タバコと言っちゃいけないだろうっていうぐらいに、いわゆるそういう類のものが一切ないので、純粋に CBD を煙という形で吸うっていう形でタバコに似てるけど楽しむことができるみたいな風に思ってもらえればと思ってます。 CBG 自体も WHO がですね、健康に害はないと言ってますので、まあね、知らないところで何があるか分かんないから、絶対なんて言葉は使えないですが、安心安全と思ってもらって間違いないかと思います。あとは、うちの魅力はですね、CBD 結構 5% とかがある中で 60% っていうね、異常に多いんですね。結構 5% とかあるんですよ。今度なんかで見たら濃度調べてほしいんですけど、 60% あるっていうのと、あとサキバインディカハイブリッドっていう、まあ今度詳しく話しますが、3種類効果が違うんですね。その3種類を CBG で揃えてるって実はなかなかそんなになくて、3種類揃えていて、で、あとは最近はネットとかで見るとですね、定期購入させられてしまう。初回は安いですよって言っときながら、3ヶ月4ヶ月買わされて結局高いやないかいみたいなのはよくあるんですが、うちはリピーターになってもらえる自信があるので、定期購入させたりしないんで、買ってみて安ったらやめちゃえばいいし、よかったら続いてほしいっていう、堂々とはい自信を持ってやらせてもらってますっていう面で、まあお金とか健康とかっていう類で何かもであっても顔と名前が出てるっていう意味で、うちは安心安全が売りのセレクトショップとしてやらせてもらってます。まあちょっとさっき話が出たんですが、肺に対する問題の点と、あとはタバコが苦手でも大丈夫なのかっていう話について、ちょっと次回はやっていきたいと思います。このチャンネルはですね、毎日19時に更新しています。もしよかったらチャンネル登録して SNS もフォローお願いします。また見てください。ありがとうございました。